カレー、オムカレーって言ったよ。めっちゃ彩りがいい。はい、ということで浅草橋を歩くの、編集部の伊勢です。今日はですね、ここリトルヤミ浅草橋にある欧風カレーとオムライスリトルヤミさんに、来ました。ここはですね、もう大食いチャレンジャーたちのメッカになっています。そうそうたるフードファイターたちがですねここで大食いチャレンジをして、もうテレビとかでもね全然出たりしている、まあめっちゃすごいお店なんですよ。でもともと浅草橋歩くでも取材はさせてもらったんですけど、ちょ大食いチャレンジね、やってみたかったんですけど、一人で食えそうな大食いの方がいなくてですね、見つからなくて、で、ちょっと、いろんな流れがありまして、とあるアイドルグループさんにちょ 4人ですけど4人でチャレンジしてもらうという、そういう企画になっております。ご紹介いたします。フーラミングの法則の強調方々でございます。間違いないよね。はい、私たちフラミングの法則です。お願いします。お願いします。はい、じゃあ今日はこの4人で挑戦していただくということですね。はい、どうですか、あのお食事の方は皆さん食べる方ですか？でもなんかいつもお弁なんかおにぎりとか持ってきて食べるんですね。持参してます、食べ物をいつも。じゃあ結構食べる方ですか？そうですね、この中だったらまあ、なんかいつもお腹空いたとか言ってなんか言うじゃんから。そうそう、お腹空いてる。うん、でも逆にゆうなちゃん食べてるとこ見たことないです。私意外と食べたりするかもしれない。でもお腹空いてるって今すごい、お腹ペコペコなのでいっぱい食べたいですね。舞台終わりで本日は来てるので、はい、頑張れたー。えいえいおー。この大盛りのメニューっていうのは、はい、ゆうき店長が考えられてる。そうですね、最初はその番組だったり YouTuber の方の要望がこういうのできるかな、あできますよって言ってやってみたんですけど、今度僕がハマっちゃったんで、はい、もうどこか何かを隠したい。なるほど。あ、隠したりする。隠したり、見えないところに置いて、あ、びっくりさせる。それがこう楽しいです。なるほどね。あ、そうなんですね。一人当たり。一人当たり。やば。吉野家の大盛りって全然食べれるんじゃない？食べれます。だよね。これは結構でも失敗する人が多かったです。ああ、本当ですか？野菜が歯ごたえあるんで。ああ。お腹は余裕なんだけど、はい、顎が疲れて。あ、野菜の。全然お腹は大丈夫なんですけども、顎が疲れちゃって。理解できない。なるほど。うわいっぱい。すごいね。やば。うわあ。そのリアクション。カレーとしても。海だ海。いやーやば。すごい。たっぷり島みたいな。ね。チーズ。チーズ。いやー。すごい。すごい。これはすごい。やば。もう食べたい。やば。チーズ炙るんだ。美味しい。
れて君が今か美味しくなるんだよ。はい、OK ですね。はい、お待たせしました。うわ、やば、え、すごい、海カレーの海、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。せーの、いただきます。おいしそう。食レポね、食レポ、食レポ。ブロッコリー、え、これでもなんか味ってどんな感じなんだろう。うん、うん、おいしい、うん、え、お野菜めっちゃ塩、塩味ちょうどいいですね。うん、おつまみに最適やもん。やば、おいしい、おいしい、やば、めっちゃ出たことない、うん、おいしい。ナスは苦手だそう。ナスちょっと、なんでの、焼けちゃいました。ナス焼けちゃいました。昔から嫌いなんか、ナスで。ナス、そうだね、昔から嫌いで。なんで、食感、食感と味。こんなに美味しいものが。美味しいのに、うん、いいね、美味しい。ナス、ナス、かわいい。え、お野菜何が美味しかった？レンコン美味しかったです。マジ、レンコン食べよう、うん、美味しかった。かぼちゃめっちゃ美味しかったです。レンコンさん、うん、サクサク、うん、うん、てか思った以上にご飯があるっていう、うん、ご飯の量が固められている感じが、うん、いけるんじゃないのかな。え、もうこれあとちょっとしかないですよ。ほんまに、え、今みんなに早めでしょ。うん、そうです。うん、腹いっぱいだそうです。やめてください。すごいな、最初って言ったのに。リーダー腹いっぱいだそうですよ。そう考えるとさ、やっぱすごいよね、この量、一人で食べるって。今だって4人で頑張ってるところが。一人は無理だ。お腹いっぱいだ。18歳。18歳。一番の若手が。頑張れ。ね。いけるよ。頑張れ。いける。この一角がちょっと、じゃああれじゃないですか、これね。そうです、ちょうど1食分ぐらい。誰が食べるのかっていうね。よろしく。やばい、リーダーが。お腹いっぱい。言っちゃったもん。うーん、もう美味しい。うん、美味しいんだけどっていうね。うん、リーダーちゃんも、リーダーさん2杯目です。2杯目いってる感じ。なんかこう、2杯目食べ終わったらそのまま逃げそうな感じする。かしない、ちょっとストップです。口数がみんなの口数が少なくなっております。おいしい、おいしいですね。おいしい、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 おいしい。とりあえずフラミンゴの法則は小食アイドルっていう感じがありそうだな。やだそれ、なんかやだもん。控えめ。ちょっとやばいかな。あとよろしく。ちょっと私これで、ちょっと待ってください。まだ残ってます。うん、うん、残ってるぞ。どうした、うん、残ってるぞ。どうした、もう大変。見してみ。余裕ですか。無言で座っちゃった。がっつり残ってますよ、がっつり。やばい。ギブアップの選択。なおだってご飯粒だけじゃ食べれないから、もう無理なんじゃない。ルー欲しい。ルーダメですか。オイルとかありなの。オイル。じゃあ野菜、
頑張る。あ、私野菜食べますじゃん、うんうん、お野菜担当になる。でオイルしてもらう大丈夫ですか。あ、大丈夫です。大丈夫ですか。多分もうちょい頑張ろう。そう、これに足しとめた方がいいね。お、お皿はなくなりました。なりました。よし、頑張ろう。じゃあ、取った分を食べきれば。ね。頑張れ、皆さん。あ、みんな。みんな。みんなもあります。もうちょっと、もうちょっと。美味しくなったよ。ゆっくりでも大丈夫。ごめんね。あ、でも頑張ったね、リーダー。すごい頑張ったじゃない、ねえ。あ、立てられる。いや、ほんと体細くて。それなんか消化されるんですか。あ、されます、されます。細いんですよ、生って。いや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 。イカ水なんですかね。だから食べれるし、あれなのか。もう一回来ます。ほんとすごい。待って、これいいのかな、大丈夫。大丈夫、ありがとうございます。あ、でもなんか出るよ、そりゃ。そうですね、ライブの時とかはあのちゃんとへこませてよっしゃよし、行くか。お、行く。ありとうか。はい、行きます。はい、せーの。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。イエーイ。おー、完食。すごい。見事食べきりました。最後リーダーラストオブスパート頑張りました。一番食べたかな。なんだかんだで、頑張ったかな一番。さすが。米一番飛べました。明日水着だけど。やばい。実はですね、今日この中島佳代さんという、YouTuber の、大食い YouTuber の方がすごい、たまたま今日一緒に撮影するということなんで、直撃インタビューをしてみたいと思います。今日は浅草橋を歩く編集部というものなんですけれども、はい、よくいつも挑戦してらっしゃるんですか。そうですね、チャレンジメニューはトレーニングの一環として。トレーニング、はい。何を？僕は YouTuber でちょっとプロの活動しております。はいはい。で、結構そのリトルヤミーさんでやられたりして。そうですね、4回ぐらい。4回、はい。今まで全て成功。ちなみに今日は何に挑戦をするんですか。新しいデカ盛りがあると聞いて、はい、これやるしかないと、はい、早速あの卵50個とか どういうことですかね。 卵50個分のおもろいっすよ、はいはい。おうん、とカレー、これちょっときつかったですね。卵50個ってすごいですね。賞味期限が短いから、はい、早く食べないといけないっていう新鮮な。書いてありますね、1時間って書いてありますね。向こうで僕らも撮影してるんですけど、はい、チラチラ覗きに来てもいいですか。いいです、はい、私もちょっとチラチラ来て。全然来てください、来てください。よろしくお願いします。お願いします、お願いします。すごいのができたから一回見ない。あ、見ます。続きは後ほど。やばー。え、ブロッコリーがえ、これえのきですか。んえのきですか。えのき、あのスーパーで売ってるじゃないですか。はい、これ丸々ドン。え、いいな、私えのき大好きなんですよ。これ食べたい。えのきっていうのね。えのき、えのきじゃない。えのきだよね。えのきです。すごい。美味しいですか。美味しいです。野菜が柔らかい。これチンゲン菜です。野菜はもうクリアして、うん、すごい10分か15分ぐらいで、ね、うん、
飲めたんですよ、野菜の。飲める野菜、野菜ジュースみたいな、それだけもうホロホロになったって。うんうん、すごい、すごい、やばい、やばい、すごい、この団子が爆弾。あ、そんな入ってんだ。うわぁ激辛、最悪辛い。すごい、でも一気に手が止まってます。あ、止まった、止まるもんなの辛さで。多分来週頑張れ。あれじゃないですか、そんな青いとこなくて。量というよりは辛さですか。うん、次の日しかない。イベントの予算話してみたい。全集中、鬼滅だ。やっぱ辛いですね、イブイコ。うわいや、一個一個がやばい感じですね。飲めない。野菜飲めたのに。うん、頑張れ。アイスをかけて、アイスをかけて、すごい。顔すっごい顔してる。感じる。でもすごい、やばデカ盛りだけでいい。辛いのはいい。ということで、うん、ご褒美タイムが出ます。クラミングの法則の、宣伝を1分間していただきますんで。はい、頑張りたい。意外とでも1分喋るのも大変だと思うんですけどね。結構ありますよね。ね、本当ですか。なんだかんだで。ということでよろしいでしょうか、皆さん。はい、じゃあ1分間いきます。よーい、スタート。フラミングの法則は、6月に結成された5人ダンスボーカルユニットで、なんと11月17日にファーストシングルが発売決定しました。はい、イエーイ。令和ユーロビートをコンセプトに90年代のダンスや衣装を意識して作りました。イエーイ。夢は何個だって持っていいじゃないかということで、メンバー一人一人それぞれ多方面でグラビアや女優など活動しながらユニット活動しています。はい、そしてフラミングの法則の公式 YouTube チャンネル、公式 Twitter ありますので、ぜひフォローしていただいて、11月17日の、発売に向けてたくさん10月11月もライブしていくので、ぜひ皆さんフォローお願いします。あと10秒。はい、他のアイドルグループとは違った人は違う、すごいかっこいいグループなので、ぜひ皆さん応援お願いします。せーの、以上、私たちフラミングの法則でした。すごい浅草橋リトルヤミーさん、ぜひ皆さんも来てください。ボテボテボテ来てください。ありがとうございます。これは美味しい。いや、どうしてもリオと思ってなかったの。今までは取り掛かりヤミングの王国のメンバーみんなもサインを書きました。ヤミングありがとうございました。